今回は静岡県川名ホテルゴルフコース富士インコースの13番ホール。レギュラーティーからピンまで347ヤード、ミドルホール、攻略を紹介します。ティーショット、海から陸へ入る壮大なフェアウェイが広がるミドル。ティーショットは、どんなに曲げても、ボービーがないほど、フェアウェイが広く、思いっきり打っていける正面に3本のヤシが植えられているのが特徴だが、この方向の先は、ラフで2つのバンカーが、口を開けている。セカンドショット、セカンドからは、少し左傾斜の打ち上げとなり、グリーン手前には、マウンドとバンカーが配置されている。グリーン左には、深めのアリソンバンカーがあり、ここに入れないように、ショットしなければいけない。グリーンは大きめで、目立つような起伏もないので、比較的優しいホールと言える。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。富士インコースの13番ホールはパー4。レギュラーティーからピンまで347ヤード、ハンディキャップは8、やや左ドッグレッグのミドルホール。難易度は18ホール中12位。平均スコアは 5.19、平均パット数は 1.94。100切りの人は3オン2パットが無難です。富士インコースの13番ホール、パー4、レギュラーティーからピンまで347ヤード、ティーショットの攻略ポイントは、海から陸へ入る、壮大なフェアウェイが広がるミドル。ティーショットは、どんなに曲げても、ボービーがないほど。フェアウェイが広く、思いっきり打っていける。正面に3本のヤシが、植えられているのが特徴だが、この方向の先は、ラフで2つのバンカーが、口を開けている。富士インコースの13番ホール、パー4、セカンドショットの攻略ポイントは、セカンドからは、少し左傾斜の打ち上げとなり、グリーン手前には、マウンドとバンカーが配置されている。グリーン左には、深めのアリソンバンカーがあり、ここに入れないように、ショットしなければいけない。グリーンは大きめで、目立つような起伏もないので、比較的優しいホールと言える。富士インコースの13番ホール、パー4、グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。今回は静岡県川名ホテルゴルフコース富士インコースの14番ホール。レギュラーティーからピンまで366ヤード、ミドルホール、攻略を紹介します。ティーショット、海に向かっていくホールで、フェアウェイは13番ホールとつながっていることから、広大な印象を受ける。右正面には、バンカーと小高い丘があり、飛ばし屋なら。
最短距離で攻められるバンカー越えを狙うのもいいが、スライスすると OB になる。左側のフェアウェイは安全だが、飛ばしすぎるとラフまで行ってしまうので注意。セカンドショット、セカンド地点から見る伊豆七島を背景にした浮かぶインフィニティグリーンは本当に美しい絶景。奥が海になることからオーバーは厳禁だが、左手前には顎の高いバンカーもあるため難しいアプローチになる。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。フジインコースの14番ホールはパー4。レギュラーティーからピンまで366ヤード。ハンディキャップは14。右ドッグレッグのミドルホール。難易度は18ホール中11位。平均スコアは 5.26。平均パット数は 1.88。100切りの人は3オン2パットが無難です。フジインコースの14番ホール、パー4、レギュラーティーからピンまで366ヤード。ティーショットの攻略ポイントは、海に向かっていくホールで、フェアウェイは13番ホールとつながっていることから、広大な印象を受ける。右正面には、バンカーと小高い丘があり、飛ばし屋なら、最短距離で攻められる、バンカー越えを狙うのもいいが、スライスすると OB になる。左側のフェアウェイは安全だが飛ばしすぎるとラフまで行ってしまうので注意。フジインコースの14番ホール、パー4、セカンドショットの攻略ポイントは、セカンド地点から見る伊豆七島を背景にした浮かぶインフィニティグリーンは本当に美しい絶景。奥が海になることからオーバーは厳禁だが、左手前には顎の高いバンカーもあるため難しいアプローチになる。フジインコースの14番ホール、パー4、グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。今回は静岡県川名ホテルゴルフコース、フジインコースの15番ホール。レギュラーティーからピンまで470ヤード、ロングホール、攻略を紹介します。ティーショット、左は相模灘の波が打ち寄せる断崖絶壁の海となり、ティーイングエリアに立てばそのスケール感に圧倒される。1打目の狙いは右ラフのバンカー狙い。フェアウェイの傾斜が左の海方向につけられており、左にボールは流れやすい。海風が岸壁を駆け上がるため非常に強く、風を読みながらショットすることが大切。セカンドショット、2打目からは打ち上げになり、グリーン方向は視認できなく、ピンの位置を確認できるのは3打目以降。3
サードショット、グリーンは横長で2段となっており、直接オンすると奥まで転がってしまうこともあり、手前から攻めるのが良い。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。富士インコースの15番ホールはパー5。レギュラーティーからピンまで470ヤード。ハンディキャップは2、左ドッグレッグのロングホール。難易度は18ホール中8位、平均スコアは 6.28、 平均パット数は 1.86。 客切りの人は4オン2パットが無難です。富士インコースの15番ホール、パー5、レギュラーティーからピンまで470ヤード、ティーショットの攻略ポイントは、左は相模灘の波が打ち寄せる断崖絶壁の海となり、ティーイングエリアに立てば、そのスケール感に圧倒される。1打目の狙いは、右ラフのバンカー狙い。フェアウェイの傾斜が、左の海方向につけられており、左にボールは流れやすい。海風が岸壁を駆け上がるため非常に強く、風を読みながらショットすることが大切。富士インコースの15番ホール、パー5、セカンドショットの攻略ポイントは、2打目からは打ち上げになり、グリーン方向は視認できなく、ピンの位置を確認できるのは3打目以降。富士インコースの15番ホール、パー5、サードショットの攻略ポイントは、グリーンは横長で2段となっており、直接オンすると、奥まで転がってしまうこともあり、手前から攻めるのが良い。富士インコースの15番ホール、パー5、グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。